和光大学はこちらをご覧ください。ここでは和光大学の講義バイキングについて紹介されています。学生の個性と学ぶことへの自由な意思を尊重する和光大学、現代人間学部、表現学部、経済経営学部の3学部7学科がありますが、大学創立以来、授業選択の自由度が高いことも特色の一つとなっています。興味のあることは分野にこだわらずどんどん吸収したい、そう考える学生の成長をサポートするため、和光大学が行っているのが講義バイキングというシステムです。自分が所属する学科の科目だけでなく、他の学科の専門科目も自由に履修できるというもの。例えば経営学を専門に学ぶ学生が心理学やデザインを履修して、消費者が物を買うという行動を多角的に学ぶこともできますし、興味のある科目をあれこれ履修するうちに自分の目指す将来像が浮き上がってくるという結果につながることもあるでしょう。一つのテーマについて様々な角度からアプローチできるという視点を実感しながら学べそうですね。自分だけのカリキュラムを自由に作る、それは自分の未来を選ぶための姿勢も育ててくれるはずです。